ジェラルディーナで見事エリザベス女王杯を制しましたクリスチャン・デムーロ騎手に伺います。はい、ありがとうございます。久しぶりの日本での G1 になりましたね。そう、久しぶり。今日本当に嬉しいね。もう一回 G1 勝った、そう嬉しいです。何かこう堂々としたレースに見えました。 She was traveling very well and in the last corner just come out and she make a ton of foot。 道中もすごいいい手応えで走ってましたし、まあ、直線もいい瞬発力で堂々と直線を走り抜けてました。何かこう自信の持てる騎乗だったんでしょうか。 Yeah, of course.I see last time when she win, she was a good race last time, so I was pretty confident. まあ前走のレースを見させてもらったときにすごくいい競馬をしてたので、これならと思い、自信を持って乗りました。お母さんのジェンティルドンナのことは覚えていらっしゃいますか。Yeah, I remember her. She was good filly. I hope she become like a gentle donna and...過去に見たこともありますし、すごく強い馬だとも知ってましたし、彼女もそういうふうな馬になれるようにと思っています。ジェラルディーナもお母さんのようになれるでしょうか。 I think she will improve、yeah. もっと成長してくると思いますし、なれる可能性あります。クリスチャン・デムーロ騎手、おめでとうございました。ありがとうございます。